はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。松でございます。おじたんお待たせ。はい、ということで、先ほどですね、私あのマスターシェフのガチャ、見習いシェフのガチャを回させていただいたんですけれども、やっぱりこれを、回さなければ今日終えられません。そう、レオナ、クラブウェアおまけ付き召喚ですね、マジフト部のおまけ付き召喚を、はい、回しに馳せ参じました。もう本当に欲しい。もうどえらいビジュアルできたから、おじたんがね、もう絶対グルービーも素晴らしいものだとね、確定しておりますので、本当に確信しておりますので、まあ、できれば早めにねお迎えをして、なる早でね、あのグルービーとかも、まあ、別動画ですけれども見たいかなと思っておりますので、まずはちょっとね、ケーキ漬けに一杯というか、もう本当にね、回させて、全力で回させていただこうかなと思っております。ありがとうございます。もう本当に好き、ガチャいっぱいさせてくれて、ツイステクありがとうね。5月もねガチャいっぱいだから、なるべく天井はね、はい、したくはないなと思っております。なんならちょっとすり抜けだけはしたくないなって思っております。クラブウェアはね、すり抜けがあるガチャとなっております。バースデーと違ってね、すり抜けがありますので、ちょっとね怖いところではあるんですけれども、まあ、ただね、私的にはやっぱりね、イベントガチャはもう、なんだろう、こうステイする選択肢はないですから、ありがとうございます。ちょっとね、もう一回ガチャしてるから、マスターシェフのガチャしてるから、喉がいかれているんですけれども、あしからずご了承くださいませ。ろれつも回ってないと思いますが、これから回らなくなると思いますが、あしからずご了承くださいませ。はい、お迎えは先日お迎えしたこちら、セベックのプラチナジャケットですね。本当に3月が懐かしいね。いやー、本当にね、セベちゃんも全力で回させていただいたんですが、落ちた。本当に欲しい、おじたん。もうできれば50連以内に来てほしい。なかなかね、マスターシェフがしびかったんですよ。私ね、まさか10連キー使う羽目になるなんて思ってなかったから、おじたん。さっき絶対単発で来ると思ったから、 SR だったから、もうちょっとぶん回してたら全然来なくって、なんならすり抜けてね、おじった。はい、ということで、しれっと10連いってます。単発じゃなくてもう10連いこうかなと思ってましたが、ちょっと待って、単発みたいに羽が1枚です。どういうことだというか、まあでも、何玉にはなってくれたので、兆しはちょっとあるのかな。はい、まずは誰でしょうか。ああ、そう、お、時短か、お時短なのか。あ、ラギタンでした。ラギーブッチ君の、制服ですね。まあ、でも、サバナが来てくれたということは、少し、まあ、兆しがやっぱり見えているんじゃないだろうか。次はディアソです。誰でしょうか。お、マレ様。マレ様ね、ヘイナイトレイブンカレッジもずーっと毎回多いんだよね。また序盤の方で来てくれました。ありがとうございます。好かれてますね、私。あ、次、ハーツです。こちら、マブ。マブも序盤で来てくれましたね。こちら、運動着ですね。はい、次は誰でしょうか。あー、ディアソが続きますね。ディアソが、シルバー。はい、シルバーは制服でいらっしゃいました。ありがとうございます。キャラクターは、被っては今のところないですね。次はハーズ。でもね、量はちょっと被ってますね。あ、ケイ君。ウインクがとても素敵なケイ君の運動着ですね。まあ、キャラは大丈夫だ。キャラは大丈夫だ。頑張れ。はい、次はオクタです。アズールアーシェングロットくん。さっきの傷口ちょっとえぐりに来たのかしら。ちょっとまだね、引きずっておりますよ、私は。はい、次はイグニですね。オールトキ、マスターシェフ組が連続で来てくれましたね。ありがとうございます。まだね、マスターシェフちょっとしてないんですけれども、おっと来るか。来ないんかい。SR ですね。はい、次は、おじた、ちょっと待って、SR で来てくれるなんて、めちゃくちゃ兆し来てるじゃないですか。これは早く来るで。ありがとう、おじたん、そういう優しいとこ好き。はい、次はディアソです。マレ様。犬猿の仲コンビで来てくれましたね。ありがとうございます。私ね、レオナもマレウスも大好き。このコンビ大好き。あ、スカラビアじゃん。これはもしかしてカリムくん。
まあね、やっぱりそうなんですよね。絶対最初にカリム君来るんだ。ありがとね。はい、終わりました。最低保証かい。最低保証でした。これは、でもまあまあまあ、最低保証とは言いつつ、おじたんが SR で来てくれたので、まあいいでしょう。これはちょっと、次に期待ですね。次20連目です。サクサク行かせていただきます。グリム。まあ来ないね。まあいいでしょう。羽は2枚になりました。ありがとうございます。鏡さんは、なかなかですね。羽2枚の何玉です。来るんじゃないかなこれはって何回も言うんだけれどもね。毎回言うんだけれどもね。はい、次は、サバナで、ジャックハールクは、サバナはまんべんないですね。ありがとうございます。全員来てくれました。制服ですね、ジャックハールクは。次は誰でしょうか。ハーツですね。ハーツも多いですね。ケイ君。ケイ君2枚目です。偏ってまいりました。運動着で2枚目来てくれましたね。ありがとうございます。次は誰でしょうか。ポムです。初ポムかなもしかして、これは、マジフト部の、こちら後輩エペルフェアルミエ君が来てくれました。そういえばさっきラギーも来たし、マジフト部の兆しも来ているんではないでしょうか。ラギーか、ラギーなのか、もしかして、おじたんでした。まあまあまあ、おじたん来てくれるならね、今回の目標のあの人物ですから、全然大丈夫ですよ。来るか、来ないね。次はイグニですね。どっちだ、お兄ちゃんですね。お兄ちゃんの制服がいらっしゃいました。まあまあまあ、でも次は、誰でしょうか。ポムがまくってきましたね。次は、ルカ、ルクハン。ルクハン早く欲しいんですよ。私もう本当にね、ポムのルクハンも好きだけれども、サバナのルクハンもおっと来るか。来た来た来た。もしかして、お前らの大好きな勝利ってやつだ。おじたん嬉しい。おじたん嬉しい。ありがとう。もしかして私が誕生日だからなの。プレミア公開するとき誕生日だから。嬉しい、ありがとう。試合開始といこうじゃねえか。スポーツマンシップってやつに乗っ取ってな。絶対乗っ取らないやつの言い方じゃんそれ。はい、ということでありがとう。ごと来るか。びっくりした。ありがとうございました。なんとか勝ち取りました。よかったです。もう5月ね、ガチャばっかりだから、もうすごい怒涛のガチャスケジュールだから、もうここでね、つまずいたらどうしようかなって思ったんですけれども、よかった。これで5月も生きていけます、私は。本当に最高の誕生日プレゼントになりました。ありがとうございます。もう本当に今日プレミア公開というか絶対ねしようと思ってたんだ、誕生日に。ありがとうございます。落ちた、いい面だね。はい、アップにしてちょっと見てみようかなと思います。本当に素晴らしい。もうでも見応えないガチャですいませんね。でも確かに2回目のガチャだから、今日2回目のガチャだからさ、なるべくね喉はいかれないように、しようかなと思ってたので、序盤で来てくれて本当に良かったです。ありがとうございます。いやー、これま多分グルービーとかを見るのは少し先の方になりそう。結構ね、本当に5月のイベントが本当に忙しくって、先の方になりそうなんですけれども、まあ、いずれ見ようかなと思っておりますので、そちらも、お付き合いいただければ幸いです。まずは良かった。はい。ということで、今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。うっぽまつです。